はい、お世話になります。ピーマンチャンネルです。本日紹介するのはこちらです。せーの、はいはい、はい、この形ですね。はい、皆様、この台形の形の脚立ご覧になったことありますか？インターネットや CM でおなじみのステップ8です。こちらのステップ8は名前の通り8通りの形に自由自在に形が変わります。この脚立を使ってどんなことができるか、また便利具合をご紹介できたらと思います。それではやっていきます。はい、それではこちらの台形の形、この形が欲しくてこの脚立を購入される方が非常に多いと思いますので、まずはこちらにありますアルファード、まあルーフが高いですよね、天井が。こういった高い車を洗車するときに持ってこいだと思います。それではちょっと確かめてみましょう、どれぐらいやりやすくなるか。はい、こちらの台形を使うにはこちらの付属の天板を使用していきます。それでは装着します。はい、装着できました。はい、それでは私が163センチ、ちょうどここら辺まで手が届きます。これでは全然天井拭くことができません。安定感はバッチリですね。いいです。結構幅広く歩けるので、これだったら脚立を一回動かすだけでこのロングボディのアルファードを洗車することができそうです。手はですね、真ん中よりまだ向こうに届きますね。これだけ手が届けばすごく楽ですね。女性の人でもすごく洗車がしやすくなると思います。ここの出っ張りがね、足に引っかかりますので、こう洗車してる時にゴンと当たったりしますから、ここだけ意識していただけたらもう十分安全に使用できると思います。これ後ろに乗ってたらどうなのかな。これすごい、後ろが全部拭けるわ。ほら、これやっぱりすごい便利だね。はい、こちら植木の剪定にももってこいだと思います。私の背より高いこの植木、こちらをですね剪定するときにこちらの台形の形は非常に役に立つと思います。こちらの台形の形にすることによって、今まで普通の脚立ではなし得なかった横移動ができるようになっております。これができることによって剪定も非常にスムーズ。軍手、足、付属品の板、こちらが本体ですね。あと説明書などが入ってます。それでは早速組み立てていきます。この状態では使うことができません。必ず足をつけないといけません。それでは足をつけていきます。はい、それではこちらのスタビライザーを両方つけていきます。ネジを上から差し込みます。こちらのナット、一辺締め込むと簡単に緩まないような設計になっています。仕事中にとか運んでる最中に緩まないようにしっかりと固定すると、そう簡単に緩まないような設計に作られております。はい、付属品のスパナで固定して締め込んでいきます。はい、それではスタビライザー装着できました。それではこちらも外して早速使ってみたいと思います。はい、それではこちらの洗車をするのにもってこいのこの台形の形、こちらの形から8段階にトランスフォームしますので順番に説明しています。はい、これが脚立をしまう時の状態がこのような形になります。脚立の重さが普通の脚立より2枚ぐらい重たくてちょっと不便を感じるところはありますけども、まあまずいろんな形にトランスフォームするという、それが最大のメリット でこの曲がる関節ですね、ここがものすごく頑丈にできてますので、まあ、これぐらいの重さはもう致し方ないかなと思ってます。はい、それでは1つ目いきます。引っ掛けた状態でロックを解除して広げていく。
これでロックがかかってます。はい、これがまず一つ目のはしごです。こういったところにかけて、はい、こういうふうに壁に立てかけて使うはしごで、この一般的な脚立は広げるとこういう脚立になります。これも同じように当然外したり変えたり、こういったロックがなくてもここの関節がロックになってますから、ここ真ん中がなくてもこの状態で開いたり閉じたりということはありません。これで完全にロックされています。これがはしごショー。あ、これ脚立ですね。あ、これが足もしっかりしてるので安定性は、まあ、今思いっきり揺らしてますけど、ここね、ステップ8はこの幅なんですけど、この足をスタビライザーをね、横につけてますから、この幅とこの一般的な脚立、上が狭くてだん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 広がっていく、この脚立の幅とこの脚立の幅とほぼ同じぐらいなので安定性は同じですね。はい、それでは続いてはしご台です。大きいはしごにしていきます。はい、こちらがはしご台ですね。はい、それでは次、はい、この形ですね。この形は、はい、こちら先ほどはここの雨どいにかかってしまって雨どいが傷んだり割れたりする可能性がありますので、今回は壁に当てて地面と壁とで、でこちらの雨どいに傷がつかないようにする方法、またこの上に作業台を置いていろんなドライバーとかね、バケツとか小物を置いたりすることもできます。まあ、こういったね、電気配線の工事だったり雨どいの掃除だったり、まあ、壁を拭いたり電球交換、いろいろなことができます。はい、それからこの形です。まあ漢字で言う人という形になっているような感じで、こちらの棒とこちらの棒でこう支え合って使うようなはしごの形になります。これもまた面白い形ですよね。これどういった時に使うか、それでは実践していきます。はい、こちらの脚立はですね、こういった時に使います。まあ、この机がですね、もう全然重たくて動かないよ、固定されてるよという時で、また上、電球がありますね。まあ、今回 LED 電球ですけども、この電球を交換したい、玉切れしたよ、また掃除をしたい、そういった時に使います。それではやってみましょう。はい、このように机に当たらず机の上に脚立を持っていくことができます。それでは登って作業してみましょう。はい、電球に触ることができます。まあ、ここを掃除したり、いろいろ作業するときにはこの形ですね。一番上まで行くと危ないのでこれぐらいですかね。上から2段目3段目で、まあ、膝でここを押さえつつ足でこう踏ん張って、まあ、この高さぐらいまでなら行けます。まあ、ちょうどね、リビングやダイニングやそういったところの天井ぐらいまでなら十分届くと思います。まあ、この形もならではですよね。ステップ8ならではの形になります。はい、それでは続きまして次の方いきます。はい、カチャンカチャンで、この上に天板を置けば作業台スペースとして活用ができます。高さ見てください。この一般的なテーブルとほとんど高さが一緒です。 2,3 センチ低いだけですから、椅子との相性も完璧なんですね。それではこの作業台をちょっと休憩スペースとして使った動画がありますので、それをご覧ください。これがさ、作業台になるらしいから、せっかくだけここでさ、ロックを外すよ。ロックを外してあげる。それから、あ
ったこっちのロックを外して、あげる。これ、ね、ああ、ほんまや。机になる。で、お菓子置くやろ。本当だ。コーヒー出せばもう脚立にもなるし、作業台にもなるし。まあ、座って。これゴディバある。あ、ほんまだ。ゴディバの。ゴディバと、これは有名なやつ。あと、これがこれ一番好きかな。あのタバコみたいなお菓子。あー、これ。これうめえよな。これうめえ。あー、この荷物ちょっと下ろして、ここちょっと手で触りたいな、違う道具に触りたいな、また脚立降りないといけない、こういったこと皆さんありますよね。はい、そういう時にはこちらの商品、こちら脚立の足に引っ掛けて、こちらの荷物置きスペース、ここへは100キロの重さが耐えれるようになっています。まあ、ですから私なんか60キロぐらいですから、登っても何も平気なんですけども、ここへ人間が乗るのはダメです。乗ってみますけど、これはしたらダメです。人間は乗らないでください。はい、このように非常に便利なオプションも付属しております。現在私の概要欄のウェブから飛んでいただくと1万6800円で購入も可能です。こちらの商品は、まあ、普通の脚立に比べればお高いです。お高いですけども、いろんなサイズの脚立を買ったり、まあ、いろんな形の脚立を買ったりするよりは、こちら1台でいろんな形にトランスフォームするので、まあ、意外とコンパクトにもしまえるし、いろんな形にもなるし、で頑丈ということを考えると1万6800円は意外とお求めやすいお値段なのかもしれません。天板がここでこの止めれるやつがついてるから、はい、天板をで、ここの R で、ここの最後の、あそこで脚立のこの足とこの R でここへピタッと当てるから左右にずれませんよって、はい、で、あとここの真ん中に引っ掛けて、ここにあのジョイントがついてるから、はい、このジョイントでここの穴にスッと入れて、スッと手前に引っ張れば、あ、ここにもくぼみがあって、これも引っ掛けになってる、引っ掛けになってるね、はい、ここで引っ掛かる、ここの2箇所で引っ掛かる、はい、でここで真ん中でジョイントする、ここで引っ掛かる、爪って書いてるわ、爪、はい、あ、これで4箇所で動かんようにしてるんですね。4箇所プラス1箇所、この真ん中ジョイントやね、はい、全然取れんわね。うん、案外安心なんですね。で、この鉄板がね、はい、やっぱりね、インターネットとかあの人の動画ではあんまりわからんかったけど、はい、この鉄板がね、チャッチンじゃないかなと思ってた。わかるかな、この鉄板ね、かなり分厚い。うん、この鉄板かなり重たいしね、予想以上に結構しっかり、結構しっかりしてますね。結構しっかりしたもんない。でも曲がらんしね、うん、この滑り防止のパンチングの穴とこの鉄板の厚さで、最後耳折ってるでしょ、こう曲げて耳折ってるから、これで強度がだいぶ出てると思う。後ろも耳折ってるし、この何もない一番間に立つと少しね、グッとへこむ感覚はあるけど、一応これ150キロまで耐えれるっていうふうにメーカーは指定してるので、私の65キロぐらいではどうにもびくともしない。カメラマンが85キロでちょうど2人合わせて150キロ、カメラマンも乗ってみようか。はい、それではカメラマンと私足してちょうど150キロになります。こちらの脚立マックス150キロまで耐えれる重量ぴったしでございます。それでは脚立は2人で乗るのは禁止です。
ダメですけども、今回はテストのために2人で150キロ挑戦してみたいと思います。これでバキッていったら2人とも肩1人ずついきます。1人ずつ、まあ端から順番にやっていこうよ。この辺は多分大丈夫だから、ちょっと毛糸の2人で真ん中行きたくないですけどね。おーおお、大丈夫かいな。おおおお、いや、お、まあでもそこだとってよ、はい、これでも、これで多分怖い、怖い怖い。テストといえど、じゃあちょっと真ん中行ってみよう。耐えれるギリギリの数値なんだ。いいよ、はいはいはい、お、ちょこれちょっとこうやって、あ、多分これで200キロ近くいっとるで、こうやってジャンプしてます。怖い怖い怖いな。テストどい、はい、150キロまで大丈夫です。150キロ乗っても大丈夫。なんすかこれ。皆様最後までご視聴ありがとうございました。